何人かいるんだよな。インフロント、じゃあ今この姿勢やってみて。ああ、こうなんだよね。これをじゃあ、ここでやろうか。どこが明るいんだ。ここにします。ここが明るいって、ここに蹴るんだ。ここ蹴れんの。浮いたじゃん。はい、はい、やってる。お前もういけんだろ。見てた。おお、もう一回。上がりました。逃げにすごくないですか。一歩強く、踏みを強く、うん、いいんじゃね。練習してんの。引っ掛けて。お、意識したんだ。お前らいけそうだな。ちょっと蹴ってもいいよ。蹴れるやつは。ちゃんと踏み込んでやってないと多分弱いと思うから、ね、強く。もう一回いけるいける。もっと左足を、あ、俺今日、あ、キャップがない。あ、フガ持ってます。フガ、キャップちょうだい。いいよ、やってごらん。強く強く。わっ、よかった。うん、いいです。よかった。今よかったでしょ。後ろから取りたい。どう上がるか。うん、浮いてる浮いてる。あ、いいね。キャップ1個ちょうだい。これをめり込ませろ。キャッって踏んだよ。これを今度踏むんだよ。今日は蹴るんじゃないんだよ、踏むんだよ。左足で。違う、右足じゃないよ、そっち。違う違う。ここに蹴るときに踏んでから、踏んでから待って、後ろ行って、もうちょい強く踏む。せーの、
うん、違う、左足。フーガーお手本。はい、でもなんかやりそうだな、右足。そう、そこ。やって。違うよ、大体違うで。じゃあ、どうしようかな。はい、これを踏んで蹴って。違う。待てなのか。踏んで蹴れっつってんの。踏むんだよ。お前、取ってこい。バカですね。いや、なんで理解できないんだろう。踏むの。思い込み、お前強すぎるって。お前、だから。脳みそにヘルメットかぶるのやめろって言ったろ俺、はい、踏めっつーの踏めっていうの左足で踏むんだよ左足で踏んで蹴ってって言ってる、はい、違うこれを踏むので蹴ってって言ってるこう一回やってこれもっと強く踏んで、はい、思いっきりはいこれを背景でやるお前で3回以上無駄な消耗してる今本当でポーズをもう一回やってじゃ飛びますねああ今度はそれねさっきのいいですかもう一回足いくよ踏むじゃん踏んでここはいこの動き離すよやってごらんいくよはいますよはいはいこれを、はい、一歩踏んでやってくれ今のはいうん止まんない一歩踏んで早く、はい、こうそうはいやってみようはいもう一回はいせーのいいじゃんもう一回あいいよはいじゃあそうだもう一回やってみっかそうだだ月もう一回やってみ他はタクマとかはどうなんだちょっと見っかでもタクマとユナとはアイリサとフーガもあフーガ今 でもできたなやってごらん蹴ってごらんそこで、はい、引っ掛けて引っ掛けてあれ上がります作ってますちょっと引っかかってる感じですあーもう一回だ、うん、でももう一回今の蹴り出して悪くなさそうなんだけどあ、でも蹴れてますねこうなってる感じがするんですけどなんか引っ掛けてる感じもうちょっと距離伸ばして蹴ってみるかあっち側に向かって蹴ってあつきのところからあっち、あつきのところから出ちゃうからあつきのところからそうともわかんないなあつきのところからあつき、あつきのところ行けってそうだあそっからここに蹴れてる。あ、蹴れてる。あれ、蹴れてるじゃん。いいよ、そうだよ。あ、でも蹴れてます。上がってます。今度君ら、あ、フーガ、お前これもう一回見せてあげて蹴り方。教えたろ。はい。これを強く踏んで蹴る。ちゃんとやれよ。ビシッと。次元踏んでダッツ。あった。はい、これ持ってって、そっちやってて。はい、タクマとユナとアリサと。大丈夫、落ち着け。ああ、もう一回、ピシッ。ああ、いいか。これで、それ踏んでけん。ああ、これは蹴るんだよな。あ、いいよ、いいよ。ユナがまだ微妙だったりするんだよな、まだな。何気にな。まあ、ほら、微妙だね。バレちゃった。足戻すの嫌だなこのまま行きたい
お、良さそうですね、うん、アリサ、フーガは鳥蹴るようになってますよ。上がってますね、ちゃんと。だって俺、ソータがびっくりしてたんだけど。お、ユナ、なんか今ユナ、今よかった、うん、おー、今レン、レン、ちょっとなんだな、足だけだったらあれだけど、やっぱ上半身が問題だってまだ難しいですね。クノジになっちゃうとやっぱりあれですね。クノジになっちゃうのは俺、あ、でも今日上がってますよ。上がってますね。バスケは上手くなった。こういうのいい。いや、ユナすごいじゃない。やっぱ上半身綺麗ですね。上半身ですね。やっぱこっちにちゃんと入るから。俺多分あの左足のとこ、ケイト俺さっきやってあげてないっすよね、直接は。ああ。やってあげてないでしょ。ケイトこっちおいで。こっちおいで。マイク、他やってていいよ。ケイトボールの上座ってください。座って。ボールの上座って。おお。ボールの上。
ユナがすっげー上手くなってますけど。ほんと、アリサは、アリサもだな。アリサもおいで、やってごらん。アリサもボールの上に座る。あ、いいよ、もうかもかもか。うん、お、いったじゃん、さっき。あ、まあいいよ、ちょっとやってみ。うわ、あれ、あれ上がりますね。あれで、ね、今言ったね、あれでなんてしちゃった思う。あれで、すごかった。今いいね、やって。うん、それっぽくなってきました。アリサが悔しいの。やってごらん。あのね、アリサね、肩がもう勝手に受けてる。おい、受けるじゃん。あれだよ、左の膝が硬いのよ。おい、ちょっと一回おいで。ここで、いいですか、じゃあ一回屈伸。はい、屈伸。もう当たり前のことだ。これできないと、まず。まず屈伸で。いいですか。ロングキックやるんだったら、まず屈伸です。やって。次ね、はい、ここで、はい、外つま先で伸脚です。このまんまでだって反ってきた、ね、その時に左の足曲がるよね、逆足曲がりますよねって確認してください。で次です、ここでまた先、ここの足の付け根のところの軟骨からこう動かします。ここでボールの微調整しないといけない。ここが動かないと、もっとケツ落とすよ、アリサ。そう、ね、この状態。いや、そうだ、ケツ振りじゃねえんだよ、ケツ下げるんだもん。ガーッチ、チーッチ。内膝になっちゃった。ケツ落とす、ケツ下。ケツ、もっとケツ。あ、そうだ、もう一回ゆっくり、ケツ。徐々にゆっくりゆっくり。で膝曲げた状態でこれで横に揺らすそう、これできないと話にならない。うまいね。はい、その形でさっきのこの動きイメージ。お、それでチッ、はい、あ、それでボール蹴ってこい。それやってごらん。そうそうそう、窮屈なところが大事よ。ちょっと窮屈になるよ、やってごらん。ケイトはどこに行っちゃうの。そう、その感じでいいよ、その感じで。あと左足を強く踏むの、今ので。やってごらん、どんどんやってごらん、自分たちで蹴ってごらん。やってごらん、まず自分たちで蹴っていいよ、見てるから俺勝手に。そう、窮屈だなって感じが大事、体踏んだ後。そう、そっちが浮く、ふわーっと。そう、ふうが、お前ここで首向こう向くのやめろ。お前首ひねって、それ痛めるし。まあ、まあ、すぐ、まっすぐ逆、左足を強く踏むだけだ、ケイト。そう、ケイト、お前一回ここで足止まっちゃうの良くないな。このまんまの勢いで、安定が。これ目線が僕見てる子とボール見てる子がいるんですけど、これってどっちが正しい？これですよね。今次
杉野、さすがですね。杉野とタクマは下見ちゃいました。ユナは上見てるんです。そう、これで上見るんです。ああ、まずは上見て、ちょっと一回やってみたことです。はい、じゃあストップね。はい、行くよ。まず目線の話、どこ見るのこれ。どこ見ますか。目、ね、誰の目だ。相手の目見る。ね、あ、どこ見んの。前。前、あ、どこ見んの。どこ見るの。蹴ろうとして、あ、蹴るところの位置。前、うん、蹴る方向のこっち向いてる。はい、どうだ。ええ、どうだと、何、はっきり、くっきり。え、蹴ろうとする。じゃあ、どうだ。蹴るところ。今ユナが喋ってる。あ、ごめんごめん。ソウタが喋ってるのに俺と思ってごめん。何？ああ。まずはターゲット見ます。まず見ます。これをやって背筋伸びるでしょ。ね、背筋伸ばしてこれで足一番長い状態。で次にボール見て構わない、ね。まず見ます。ターゲット見て。ボール見て、最後もう一回ターゲット見てあげると、足ここで自然と上、首が上上がると、上に上がってくるから、そして足自然と上がるでしょ。だからまずターゲットいくよ。ターゲット見て、ボール見て、ターゲット、ターゲット、ボール、ターゲット。あ、ちょっと低いね。はい、やってよ。うん、ナイスボール。引いてるし。これはでも結構癖が大変ですね、抜くのは。誰です？いや、みんな癖が、多分癖があって。それぞれありますよ。ああ、うわ、やっぱ首が変なんで、タクマはやっぱ下見ちゃうんですよ。ここで蹴った時に、やっぱり最後に目が下がる。これで。十分な気がしますね。ああ、十分。これはでも浮いてますよ。浮いてますね。今取れたんですか。はい、取れてます。優香にこれやってあげられなかった。うん、あれ子供言ってんな。これ曲がってますね。優香はどうしてもクノネになっちゃうんです。クになっちゃった。軸が違うんですよ、うん、だからこうなんないですよ、うん、お、今の言ったでもみんな置くようになってるって相当じゃないですか。一軸でやってるんですよね。ああ、ですね、本当に逆によく上がるねって話なんですよ。なんかそうですね、力がこっち抜けてるのに、へっぴり押しっていうか抜けてる。お、怖い。最後一本蹴って少しゲームやってもらおう。ユナが全然上がっちゃいます。めちゃくちゃ上がりました。めちゃくちゃいいです。だから学習能力高いんだな。でもここまでの基礎ちゃんとやってるし。ああ、この人は首を振っちゃうんだよね。お、でもだいぶナチュラルな。力抜けましたね。抜けましたね。ここやっぱパワーでやっちゃう。もうちょっと抜けると。オーケー、いいよ。
はい、じゃあごめん、もう時間になっちゃった。